新基地駅は大韓民国ソウル特別支援東北にある韓国鉄道公社とソウル交通公社の駅。韓国鉄道公社の京府電鉄線、ソウル交通公社の5号線が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。韓国鉄道公社の駅に乗り入れている路線は、全路名称上は京府線であるが、当駅には電車線を走る京府電鉄線電車のみが停車する。 首都圏電鉄には駅番号が導入されており、京府電鉄線は138、5号線は525の駅番号が付与されている。2面2線の相対式ホームが1面2線の島式ホームを挟む形の合計3面4線の地上駅である。3.4番線にはフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。 韓国鉄道公社としては初めて設置されたものである。以前にも試験的に可動式ホーム柵が設置されていたことがある。ホーム南側に京府線の通過線が2000ある。韓国鉄道公社の改札外につながる階段はどのホームもホーム生誕に1カ所ずつある。改札海域の階段より少し東寄りに階段が2カ所ずつあるが、 これらの階段は5号線との乗り換え通路につながる階段である。乗り換えの距離は約247メートルある。乗り場相対式ホームに面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。ホーム中ほどにある階段2カ所はソウル交通公社の改札外につながる階段である。1号線に乗り換える場合、ホーム東寄りにある階段を登って、 乗り換えツールを経由する必要がある。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。近年の1日平均利用人員推移は、下記の通り。a b h t t p w w w s m a r t c o k r p r o g r a m t r a i n s t a t i o n s t a t i o n i n f o j s p メニュー移動イコール0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 ステーションイコール25263315メートル、ABAB。ありがとうございます。